今日は、人気グループナム ERI のメンバーである神宮寺ゆうたさんの誕生日を祝福した平野翔さんと岸ゆうたさんのやりとりについてお伝えします。10月30日に26歳の誕生日を迎えた神宮寺さん。この日夜、平野さんは自身のインスタグラムのストーリーズにシンガポール旅行での2ショットを投稿し、手書きで、この男誕生日、とお茶目に記して祝福しました。 平野さんの投稿を受けて、神宮寺さんは、ありがとう、マジでびっくりした、と驚きつつ、岸くんは、ちなみに6番目くらいでした、笑い。ちょっと目を離して遅れたらしいです、笑い。と、岸さんからの連絡は、6番目くらいだったことを暴露しました。すると平野さんは、まあこっちはずっと時計見てたからな。えみ、ケイシー、おっそ笑い、これは罰ですね。とツッコミを入れたそうです。 一方、一番を平野さんに奪われた岸さんは、神宮寺さんの誕生日が終わる1分前の23時59分に X を更新しました。ジグさん、ボタオメです。多分私が、最後のおめでとう言った人でしょう。と、岸くんシンタックス全開で祝福し、最後を獲得したことをファンへ盛大にアピールしました。平野さんと岸さんの順番争いを受け、でも、 最後は岸くんが祝ってくれました、とスマートにまとめながら、あとタンクでも楽しみにしてるね、とメッセージを送った神宮寺さん。この三人のやりとりにファンの注目が集まり、SNS 上では、本当に仲良しな三人、平和すぎる、この人たち何やってるの、さすが岸くん、岸平争い、愛が強め、可愛い、と話題になっています。なお、 X では、神宮寺さんの誕生日を祝福するハッシュタグ、神宮寺ゆうた誕生祭2023。あ、日本、世界トレンド1位を獲得しました。神宮寺さんは、神宮寺ゆうた誕生祭2023いつも盛り上げてくれて本当にありがとう、毎年見てて、改めて、みんなに直接伝えられて嬉しい、と、ファンへ感謝を送っています。 ありがとうございました。30日、ナム・イ・ヤール・アイ・ノ・ヒラのショート・キシ・ユータが、それぞれ SNS を更新しました。神宮寺・ユータの誕生日を祝福し、3人のやりとりが話題となっています。ヒラノは、自身のインスタグラムのストーリーズにシンガポール旅行での2ショットを投稿し、この男誕生日、とお茶目に記して祝福しました。さらにハッピーバースディー、 素敵な一年にしよう、とにかく楽しみましょう、とメッセージを送りました。また、平野は、昨日は一番乗りありがとうございました。騎士君は何番目でした、と、騎士との連絡が何番目だったかを気にする様子を見せました。平野は、まあこっちはずっと時計見てたからな。笑い、と一番先に連絡するためにスタンバイしていたことを明かし、 ケイシーおっそ笑いこれは罰ですね。とツッコミを入れた。一方、一番を平野に奪われた騎士は、神宮寺の誕生日が終わる1分前の23時59分に X を更新。ジグさん、ボタオメです。多分私が、最後のおめでとう言った人でしょう。ジグさんもジグタンさんもこれよろです。と、騎士くんシンタックス全開で祝福。 最後を獲得したことをファンへ盛大にアピールした。神宮寺は、でも、最後は岸くんが祝ってくれました、とスマートにまとめながら、あとタンプレも楽しみにしてるね、とメッセージを送った。X では、神宮寺の誕生日を祝福するハッシュタグ、神宮寺ゆうた誕生祭2023が、日本、世界トレンド1位を獲得。神宮寺はファンに、 感謝の気持ちを伝えています。いつも盛り上げてくれて本当にありがとう。毎年見てて、改めてみんなに直接伝えられて嬉しい。と、モデルプレス。ジャニーズ事務所の記者会見が9月7日に迫っている。先週末や週明けの番組で、テレビ各局は、指揮者や芸能人がこの会見について積極的に議論していた。それらを振り返りながら、 ジャニーズ記者会見の注目点を確認したいジャニーズ事務所は性加害を認めて謝罪するのか芸能人の中にはジャニーズ事務所の性加害の規模や長期間に驚いた人も多いお笑い芸人の今田耕司もこんなにも凄まじかったのかと真実が明らかになることに驚いたと述べたこの芸能界では80年代に入った頃からそういったこともあるのかと淡々と受け入れていた ブレるためや夢を叶えるためにそういったことがあるのかと思っていた被害者の立場を考えると彼らの人生やトラウマがどのようになってしまうのかを思うと私はその人たちの救済に全力を注いでほしいです中丸雄一は日本テレビの週一でこのようにコメントしました注目すべきは今後事務所が認めるのか そして、賠償がどう進展するのかです。事務所が認めた性被害について、事務所が認めないという選択肢は現実的に考えられません。ジャニーズ事務所は、被害者の人生を思いやり、全力で補償を考えるべきです。8月29日に再発防止特別チームにより発表されました、厳しい指摘と改革案を含む調査結果を重く受け止め、 9月7日に会見を開き今後の取り組みに関して事務所がご説明することになっていますその会見を前に今日の段階では私としてはこれ以上のコメントを控えさせていただきますことをご理解いただければと思っています注目されるのは重く受け止めという言葉だ事実関係を説明するだけならば不要な表現だ重く受け止める主語がジャニーズ事務所なのか東山本人なのかわからないほど 事務所と東山が一体化している。東山が新社長として会見に臨むという一部報道もすでに出ているが、筆者もその可能性をこの言葉から想像した。社長にならないとしても、本人は何らかの責任がある立場につくつもりなのは間違いないだろう。他方で、東山もこれまでの同族経営の内部で、長南閣と呼ばれて身内同然にやってきた人物である。 ジャニーズ性加害問題当事者の会は、現社長の藤島ジュリー稽子社長がどうなるかについて、責任ある謝罪と賠償、現在の所属タレントも含めた徹底したケアの実施を求めています。この会は、藤島社長が退任するべきではないとの姿勢を示しており、ジャニーズ、ファミリーであるならば、家業であるならば、そこで犯された犯罪であるならば、 今それを引き継いだ唯一の人であるジュリー氏がこの責任を全うしてほしいと考えています。24時間テレビで 100km マラソンを走り終えたばかりのヒロミも、当事者の会、に近い意見を表明していました。ジャニーさん、メリーさん、ジュリーさん、その人たちが全員いなくなってしまうと、他の人に何かをされたとしても、どこか気持ちが晴れないのかなと思います。 被害者の人たちの気持ちを受け取ることが重要だと思います。被害者がいなくなっても、賠償やその他の措置があっても、私は疑問です。最終的には責任を取るべきだと考えています。ただし、事務所が正式に委託した特別チームが、藤島社長の辞任、を提案した以上、社長が続投する選択肢はありません。一部で、社長は辞任するが、 取締役としては残る、という報道が出ていますが。